静岡市内で、税理士をしていらっしゃいます、三浦健次郎さんです。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いいたします。静岡市倫理法人会会長でもいらっしゃるというふうに伺っておりますが、はい、そちらの方も、はい、頑張ります、はい、よろしくお願いいたします。今日はちょっとね、いろんなお話、はい、お仕事のこととか、なんかちょっとご趣味のこともちょっと伺ってみたいなと思っております。はい、はい、あの税理士って言うと、そうそうそう、なかなか私たちのね、こう普通の人って言い方変なんですけれども、ご商売やってない人とか、まあ、サラリーマンの方っていうと、なかなかちょっとどういうお仕事をしてらっしゃるのかなってこう思うんですが、はいはいはい、まあ、簡単で結構ですので、はい、こんなことですよってちょっとお話しいただければとまず思うんですけれども。はい、わかりました。はい、そうですね、納税者の皆さん、まあ、法人もそうですし、はい、まあ、個人の方もそうなんですけれども、はい、結構税金の計算って、ええ、知らない方が多いですね。分からなかったり難しかったり、はいはい、でそういう人の代わりに、はい、申告書っていう税金を計算する紙があるんですけれども、はい、まあ、それを書いて、はい、税金を計算して、はい、それを我々が税務署に提出して、はい、税金は納税者の方に納めてもらうという、はい、そういう、こう税務署と納税者のこう間の橋渡し的な仕事を主にやっております。なるほど。実は私は昨年の春に、はい、長く勤めました会社を退職しまして、はい、まあ、フリーになったんですけれども、はい、それでその税金というものが、あ、これほど今まではその給料天引きだったので、うん、そうですね、全然こうね、実感が湧かなくて納めていたんですけれども、実際自分がフリーになって、うん、あ、こんなに納めてるのかなとかって、なんかすごく今感じております。うん、そうですね、やっぱり、はい、まあ、それもね、一つ源泉徴収って、ね、いい制度ではあるんですけれども、逆に、ね、自分がいくら税金を納めているかわからないという悪い面もあるので、ね、はい、そうですよね、はい、まあ、それでやっぱり自分で税金計算するって実はすごい大事なことだなと思ってます。はい、うん、ね、実は、ね、今申し上げたように私はフリーになって1年生なので、はい、なんかこう自分でその源泉徴収をやらなきゃならないっていう感じで、どうしましょうって思ってたんですが、三浦さんにちょっとこの後お伺いしたいななんて思ってるんですが、はい、そうですね、はい、そういう税金わからないことあればですね、うんうんうん、お気軽に近くの税理士さんにですね、ぜひ聞いてもらえればなというふうに思います。そうですよね、はい、なんかね、今日はこうやってお話しさせていただくね、チャンスで、あ、ちょっと聞いてみようなんて思ったんですが、多分ね、そんな方もね、たくさんいらっしゃると思いますね。そうですね、特にこれから確定申告の時期っていうのは ね、 ね、この年に1回しか計算しないので、わからない方いっぱいいらっしゃいますので、うんうん、お気軽に、ね、はいはい、ご相談いただければと思います。ね、はい、それから、まあ、お仕事はね、そんな感じということなんですが、はい、ご趣味が何ですか？そうです、マラソン。マラソン、はい、頑張ってやってます。すごいです。マラソンってフルマラソンですか？そうです、基本はフルマラソンを主戦でやってます。フルマラソンで42.195キロ、はい、ですよね、はい、今ちょうどそのマラソンのシーズンですか？そうですね、お正月ずっと駅伝見てました。あ、私も見てましたで、でもマラソンってどうなんですか？走ってる時って苦しくないですか？そうですね、やっぱり30キロとかになってくると、うん、だいぶ足がきつくなってくるので、うんうんうん、そこからは苦しいですので、うん、ゴール前の1時間とか1時間半とかやっぱ結構体きついですね。うん、なるほどね。それでもマラソンで走る、はい、なんか魅力ってどこにあるんですか？魅力ですか、やっぱり、はい、結構ね、いろいろ聞かれるんですけど、はい、やっぱりこう体を常にこう鍛えてないとフルマラソン走れないので、うん、そういった意味でこう常にこう体をベストな状態でいられるっていうことがマラソンの一番いいところかなっていうふうに思います。うん、ね、すごいスリムでいらして、ね、そうですね、はい、多分いい体をしていらっしゃるのではないかななんて思うんですけれども、ね、あと、ね、フルマラソンも走られるということなんですが、はい、なんかそのタイムがまたすごいってちょっとお聞きしたんですけれども、ね、3時間11分というのが自己ベストで、今は3時間を切ることを目標にフルマラソンは頑張ってます。すごいじゃないですか、それって。そうですね、フルマラソンを3時間切るっていうのは市民ランナーではもう一つの称号みたいなものでちょっと今鳥肌立っちゃいましたすごい。そこ目指して今頑張ってます。あ、そうなんですね。じゃあ毎日朝走ったりとかしてらっしゃるんですか？はい、そうですね、はい、今朝も走ってきました。大
大体毎日何キロぐらい走るんですか。大体平日は10キロぐらい、休みの日は20キロ以上です。20キロ、うわすごいな。なんかあとお仕事行かれる時もなんかその体鍛えてなんか走ってるんですか。あ、以前は自転車で通勤したり、うん、はい、自転車で帰って走って、うん、自転車で行って走って帰ってきて、はい、走ってまた職場に行って自転車で帰ってくるとか、そんなこともやってました。すごいですよね。なんか本当私ウォーキングをしてるんですけど、はい、ここのところ寒くてできない自分がいてなんかちょっとこう爪の赤でも煎じなきゃななんて今お話聞きながら思いました。そうですね。じゃあお休みすることっていうのはほとんどないんですか。いやでも週に2日か3日は走らない日はやっぱあります。なんか毎日走るよりもこう筋肉のためにはある程度こう置いてこう走った方が筋力はつくみたいなことも聞いたことありますけどね。そうですね。やっぱりあとは故障がやっぱり怖いので、あまりその辺もやっぱ体と相談しながらやってます。なるほどね。なんかあと目指しているものがなんか今年やられるんですかとかちょっと聞いたんですけど。そうですね、今年、はい、やっと100キロマラソンというかウルトラマラソンですね、走る決心がつきました。4月17日にエントリーしたので、それに向けても、はい、頑張りたいなと思ってます。 42.195 キロの倍よりも多い100キロ、ね、すごい、すごいですね。そうですね、私も本当100キロの距離っていうのは本当未知なところで、はい、やっぱり怖くてね、なかなか申し込みできなかったんですけど、やっぱこうコロナでですね、軒並み大会がやっぱ中止になるんですね。そうすると次その大会がある保証ってどこにもなくてですね、まあ一つの機会だなと思って今回チャレンジすることにしました。そうなんですね、はい、こうお仕事をしてらっしゃる上でこのマラソンを自分で鍛えてらっしゃるってことはやっぱりすごくなんだろう、ご自分にとって何かこうメリットになることっていうのはあるんですか。やっぱり今お話ししてもらった通りお客さんからね、はい、やっぱそういう方ことでいろいろ聞かれたりとか、ええ、先生すごいねとか、まあ、単純にそういった面でもこうやっててよかったなと思いますし、はい、やはり体鍛えてるだけでやっぱこう、はい、ポジティブな気持ちになるのでね、そういった面ですごいいろんな面でいい影響が出てるのかなと、はい、自分では思ってます。それはそうですよね。何しろやっぱりねお仕事も前向きにやっぱり今年も取り組まれるね、三浦さんですよね。そうですね、そこもはいはい、マラソンのタイムと一緒で、きっちり、はい、追いかけたいなと思います。あとなんか家庭菜園もねしてらっしゃるっていうのにちょっと伺ったんですが、今作ってらっしゃるのは何なんですか。今そんなにやってないんですけど、そら豆と大根と菜の花、はい、私菜の花が大好きなんで好きな野菜を中心に作ってます。いいですねなんか菜の花を食べながらいいですねはい、ありがとうございます。今日はね静岡市内で税理士で三浦健次郎さんにまず新春、はい、最初のゲストということでお越しいただきました、はいはい、本当にありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。